そんな冬の野菜たっぷりミネストローネスープに欠かせないのは、はい、セロリという食べ物です。間違いないね。間違いない、それはもう間違いない、うん、つまり夏野菜だと思ってる皆さん間違いです。セロリは冬の野菜です。間違いない。だってミネストローネスープからセロリがなかったら、うん、味噌汁に豆腐が入ってないのと同じぐらい事件ですから、ね、間違いない、はい、間違いない。ということでセロリという皆さんがご存知の曲がありますので、ぜひ一緒に歌っていただければと思います。